今回は私の中に負が全くない理由、その第3弾をお送りしたいと思います。第2弾までですね、動画を上げてますので、ぜひそちらの第1弾と第2弾もですね、ちょっと目を通してみてください。私の中に負が全くない理由のその3つ目っていうのは何かというとですね、キーワードはこれなんです。熱なんです。負をですね、抱いてる人が人生が辛い、不幸で、この負の感情を抱いている方たちはこれがめちゃくちゃあるんです。どうですか？今ご自身が人生辛いんです、私の人生不幸なんです、誰かがムカつくんです、あの人が憎いんです、自責の念だったり、自己否定だったりですね、こうやって全部この負の感情っていうのはもう全てにおいて熱があるんですよ。もうこうですね、燃えてるんですね、メラメラと。そうじゃないですか？負の感情って熱があるんですよ。で、私はですね、この熱が全くないんです。もちろん昔のですね、どん底の時はありました。めちゃくちゃありました。それは常にお話ししてますよね。とにかく一日中ですね、私は負まみれだったんです。この負まみれっていう言葉を使うとですね、なんか私が皆さんに対して、聞いていただいてる方に対して、あなたたちは負まみれですねみたいな、そういうふうにね、言ってるように聞こえるかもしれませんけど、いや、私は常に、私もそうでした、私も昔は負まみれでしたってお話ししてるんですよ。その時はもうこれですよ、熱がすごかったです。ああ、もう辛い、私は不幸だ、もう嫌だ、もう嫌だ嫌だっていうですね、もう自分も嫌だし、誰かも嫌だし、この家族も嫌だし、この環境も、この弱い体も、病気ばっかりする体も嫌だ、もうこのね、熱がすごかったんですよ。これらはですね、これなんですね、不平不満なんです。自分の思い通りじゃない、私は本当はこういう人生が良かった、こんな幸せになりたかった、こんな楽しいことをしたかった、愛されたかった、この理想があるのに、これがですね、もう叶ってない、思い通りじゃない、だから不平不満なんですね。何なの私のこの人生は、ムカつく、あの人が憎い、私ってダメだ、私って、っていう、この全部不平不満ですよね、愚痴なんです。で、こういうものの中には熱があるんです。皆さんご自身を振り返ってください。熱はないですか？負はですね、熱なんですよ。で、今の私はさっき言ったように、もうこれがないんです。昔はめちゃくちゃありました。一日中熱でこう、わーっとですね、燃えたぎってましたけど、それがですね、一つ一つ人生いろんな経験をするごとに気づきがあったり、学びがあって、ああ、これってこういうことなんだ。あ、これってこういうふうに考えればいいんだ。こうやって一つ一つですね、気づいて学んでいくうちにですね、この負がどん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 冷めてきて、どん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 なくなってきたんです。だから、心が平穏になったんですよ。穏やか。もう全然ですね、波立たなくなったんですね。もう荒波じゃなくなったんですよ。私がよく言ってるようにですね、海のね、波打ち際みたいに、こうザバーンとですね、こう波打ち際ありますよね。押しては引く、この波打ち際ですよ。こうやってザバーンとこう静かにね、こっちに来て、はまたさーっとね、こういう静かなこの波みたいな。だから心が平穏になるから、平穏っていうことは静かなんですよ。だからこの熱ってないんですよ。穏やかだから、静かだから。この熱っていうのはこう燃えたぎってますから、静かじゃないんですよ。もうメラ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 なってますからね。だから静かになったから、もう負がなくなったから、だから私は幸せになってきたっていうことなんです。そして辛さがですね、全然なくなってきて、もう心が穏やかになって、幸せになった。もうこういうふうにですね、熱がなくなればいいんですよ。でも皆さんはもう誰かに対するさっき言った恨みとか、この人生とか、もうあの人が許せないとか、あの人ってこうなんですよってですね、よくコメントにもですね、本当に書かれますよね。いや、うちの義父がとか、うちの義母がとか、うちの子供が、あの人が、うちの旦那が、もう誰かに対しての、そうやってですね、熱がある人が辛い、不幸なわけなんです。で、このメラ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 っていうのは、もう本当にですね、ほとんどがですね、
他者に向けてなんです。まあ、他者っていうのは人間もありますし、あの人生ですね、人生とか、まあ、自分の体をね、呪っているとかね、体が弱いとか病気されてるとか、まあ、そういうですね、人生、体、人、この他者、自分以外のもの、自分以外の周りに対するあの怒りですね、で不満、これがですね、熱なんですよ。メラ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 燃えたぎってるんです。あの本当にコメントをですね、いただくときにですね、あの本当にこの熱がすごいんです。皆さん、あの表示はしてませんよ、こういう方たちは。だってものすごい負なんで、あの私はこのチャンネルで負はですね、表示はしてません。それもですね、どうしてかっていうのは過去にコメントについてっていう動画でお話ししてますんでね、まあ、そちらもちょっと見てみてください。あの私のこのチャンネルは心をあの穏やかに、そしてまあ本当に優しくですね、温かく明るく、そしてすがすがしく、これでですね、生きてほしいと思っているわけなんです。心を、そして私も今こうやって生きてます。こうやって生きるとですね、この負が全くないから、もうめちゃくちゃですね、幸せなんですよ。でもコメントとかでこの負を書いて誰かへの熱を書き連ねるとですね、その人自身がですよ、その人自身がこれにならないんで、こうならないから、コメントを書いてるその人自身のために良くないから表示をしないんです。あのもしですね、表示をしちゃうと、そういう生き方、負を書く、熱を持ったまんま誰かへに対するこのね、怒りとかあの不満をですね、どっかネットに書いていいんだ、書くぞって、こうなっちゃうんですね。これがずっと習慣づいちゃうんです、その人自身が。だから私は表示はしないんですよ。表示をしちゃうとその人のために良くないんです。あ、これ表示されてる、よし、こういうこと書いていいんだなって。だからあの私のために非表示にしてるんじゃないんですよ。なんかよくね、こう自分に対する批判的なものとか、なんかアンチみたいな人の、そういうね、あの私の発信と真逆のことを書いてくる人を、あ、なのかさんって表示をしてないんだって思われる人もいるかもしれませんけど、私のためじゃないんです。その人自身のために良くないんですよ。心が穏やかじゃないから、優しくないから、温かく明るく清々しくないから、熱を持ってるから、負まみれだから、その人自身に良くないから表示をしてないんです。そこに気づいてくださいっていうことのね、意味を込めてもやってるわけなんですよね、そういうふうに。だからあの熱を持ってる人が結局不幸だっていうことなんです。でこの熱っていうのはですね、私が今お話ししているのは負の方の熱ですよ。良くない方の熱で、熱っていうのはですね、あのいい方に使うのはいいんですよ、もちろん。いい方っていうのは、例えば夢がある方がいらっしゃったらですね、スポーツでも何でもいいんですよ。何か自分がなりたいものがあるとか、これをね、習得したいとか、この習い事ね、上手になりたいとか、そっちの方に熱を持つのは全然もちろんいいんですよ。それは言うまでもないですよね。だから負の方の熱が良くないから、私もそれがなくなってきたから幸せになりましたっていうことなんです。だからですね、私の中に負が全くない理由の3つ目はですね、私の中に熱がなくなったからなんです。過去はあった熱がなくなったっていうことなんです。それはどうしてかっていうと、さっき言ったようにいろんなことに気づいた、で学んだ、これはいろんな出来事、人間関係、人生の流れでいろんな出来事や人間関係があって、こういうことを経験したら徐々にいろんなことに気づけて、いろんなことを学べたから、ああこれって降って良くないんだなって、私めちゃくちゃ熱持っちゃってたっていうことで、少しずついい方向に変わってきて、そして心がさっき言ったようにものすごく穏やかになって、もうさっき書きましたよね、心のいい状況のことね、そういう風になったから私は今幸せになってるんですって、これがですね、負が全くない理由の3つ目なんですよ。熱を持つっていう負がなくなったから、さらに私の中に負がなくなりましたっていうことなんです。どうでしたでしょうか。あの皆さんが辛いとか、あの不幸だって思ってもめちゃくちゃ嘆いて、あの誰かに当たってる方が本当にね、特にこのね、ネット社会だから、ネットの中にものすごくあの当たり散らしてる人がいるんですね。だからそういうことって、あの熱があるんですよ。その熱を冷ませばですね、熱を冷ませば心が穏やかに、こういうふうにいい状況の心になって、そして最後はあの幸せになれますっていうことなんです。だからそういう人たちはやっぱり出来事とか人間関係、人生の流れから何も気づかない、
何も学ばないから永遠にこの熱があり続けてるんです。だからずっと負まみれなんです。だからずっと不幸なまんまでいるわけなんですよ。そこに自分でもまだ気づいてないんです。そして気づかないまんま、まだ辛い、もう不幸だ、あなたはどうのこうのってこう誰かに当たってるみたいなね、まあ、これをずっと続けちゃってるってことなんです。だからどうかですね、ご自身の中のこの熱を冷ます生き方をしてください。それにはさっき言ったように、こういうことから気づいたり学んだりをしなきゃいけないんです。それはですね、真摯になんです。いつも私が言ってるように真摯に、素直になんです。素直にですね、ああそうなんだって気づく、ああそうなんだって学ぶっていうことなんですよ。これをですね、やらない限りずっとこのまんまなんです。どうかそこにも気づいてください。そういうお話でした。どうでしたでしょうか。もうね、熱をね持ってらっしゃるんですよ。もう言葉一つね見ただけでも本当にね伝わってきます。誰かが私に対してみたいな、あの人が私にこう言ったんですよ、こういうことしてきたんですよ、許せますかそれってみたいな、そういうふうにですね、熱を持ってるっていう方がもう本当にですね、まだ辛い、まだ不幸のど真ん中っていうことなんですね。だから本当にそういうことがですね、辛いっていうんでしたら、やっぱり気づいたり学んだりしていかないといけないんですよ。それをですね、本当に真摯に素直にやる、これなんですね。それは、まあ、私のね動画を見ていただいてもですね、最近ですねコメントを拝見してると、もうこの両極端さがですね、なんか顕著になってきてます。こちら側、私の動画を見ていただいて、あ、気づきましたって、あ、すごく心に入ってきました、幸せになりそうです、楽になりましたっていう方と、まだまだこの負のまんまの方、まだ何か、いや、あなたが言ってることって、とか、いや、あなたって、みたいなですね、この私に対する、このなのかに対するですね、ものすごい何か当たってくる方でもですね、それってね、何にもならない、もうずっと自分が負のまんまでいるっていうことなのに、もうどうかですね、そこに気づいてくださいってことなんですよ。両極端ね、こちら側に来る人もちゃんといらっしゃるんですよ。私の動画、同じ動画を見てこちらに来られる方と全く変わらない方、この動画のですね、話をね、聞くっていうことなんです。この聞く力ってことなんですよ。聞き取る、何をこの動画でこのなのかっていう人は言ってるのかっていうことを聞くっていうことなんですよ。それを真摯に聞いて素直に心に入れれば、こちら側にすぐ入るっていうことなんです。心がさっとこっち側に入ってくるんですよ。でもどうしてもこれができない、いや、もう何が何でも自分自分っていう方がいるんです。自分自分みたいな、私は悲しいんです、私は辛いんです、私の人生ってあなたには分からないんでしょうって、あなたには分からないんでしょうみたいな書き方をねされてる方もいるんですけどね。で、私のことをねこういうふうに書いてる方もいらっしゃいました。あなたって誰かにものすごくひどいね言葉を言われたとか、ものすごい辛辣な目にあったとか、そういうことってあなたって全くないんですねって書かれてる方も本当にいらっしゃるんですよ。どうですか皆さん、そういう方ってこうなんです。自分自分なんです。自分だけがなんです。自分だけが不幸、私だけが辛い、私以上に辛い人はこの世の中にはいない。自分自分ね、それこの前も言いましたよね、自分可愛さ、自分だけがとにかく大切、自分だけが可愛い。だから私みたいなこの他者ですね、他者を見てもこの他者に対する思いやりとか察する気持ち、あ、このなのかっていう人もいろいろね辛いことあったんだろうなって、この察するっていうことすら全くしませんからね。だからそれって自分自分っていうことなんですよ。これがないんです、全く。あまりにも私は不幸なんです、私は辛いんですっていう、このねものすごい熱なんですよ。熱があり続けてるから、他者に対する思いやりも察する気持ちもない。まあそういうことで、そういうふうに生きててどうですか。他者に対する思いやりとか察する気持ちがないと、この方って他のね、この方がですよ、他の他者から思いやりを持ってもらえない、ね、この人って辛いんだろうなって察してもらえないんですよ。自分がしたことは自分に返ってくるんですよ。だから自分の中にですね、この自分がそうやってしてもらいたいことを他者に向けてなかったら、いや、自分はですね、それを永遠にもらえないんです、他者から。じゃあ例えばですよ、このね方のこのコメントをね、
拝見した時に私はですね、ああこの人ってこういう方なんだなと思いますよ。ああ思いやりがない、人を察する気持ちがない、自分だけもう自分だけと思っている方なんだなってね、そういうふうに私は思いますよ。だからこのねコメントをもし表示した場合は、その私だけじゃなくて他の方も、あこの人ってこういう人なんだなって見ますよってことなんです。それを気づいてないんです。自分がやってることに気づかれてないんですよ。だからいつまでも不幸なんです。いつまでも辛いんです。その生き方とか思考とかですね、そういうこと、自分がやってらっしゃるこれが不幸な方に行ってるっていうことに気づかれてないんです。だからこれに気づいてくださいということで私が動画をたくさん出してるんですけども、まあなかなかですね、その動画を見ても気づかれない方もたくさんいらっしゃる。でも気づいていただけるね、こっちのね幸せの方に行ってくださってる方もたくさんいらっしゃる。まあこれが両極端ということですね。最近はねもうね本当に二極化ですよ。本当に幸せの方向に行く方ね、でまだ負のまんまの方、もうこの両極端がどん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 ですね、もうね違いが出てきてます。だからこちら側に皆さん来てください。皆さん来れるんですよ。それには真摯、素直、受け入れる、あこの人が何を言っているのかっていうことをですね、ちゃんと聞く力、これがですね必要だっていうことなんですね。そこには変なね悪い熱を持たない、まあそういうお話でした。まあ、ではですね、こういうね動画でもお話をしてますけども、悩み相談でもですね、具体的なその方のお一人お一人のね人生に向き合わせていただいて、具体的にお話をしてですね、まあこういうねこういうふうに考えてみてください、こっち側にねちょっと行っちゃってるだけなんで、こっち側に来てくださいっていうお話をしてます。ですので具体的なねお話をしたいという方は悩み相談の方に来てください。概要欄に公式 LINE のリンクがありますので、そちらから来てみてください。では今回もありがとうございました。